5月に買って良かったものを5つ紹介していこうと思います。どうも、リョードラックスです。ちょっと最近ね、忙しくてですね、なかなか YouTube 更新できてなかったんですけども、まあね、更新していかないとね、せっかく皆さん登録人数も増えてきたので、少しずつ今月は投稿していこうと思っております。はい、ということでね、ちょっと遅れたんですけども、今日のお題は5月に買って良かったものを5つ紹介していこうと思います。毎月ね、一応恒例で毎月買って良かったものっていうのを動画にしてるんですけども、今日はその5月版ですね。5月買って良かったもの、ざっくりジャンル分けするとですね、カメラ関係のものが2つと、ガジェット系のものが1個、ほんで、日常使いするものが2個買って良かったものがあったので、今日はそれを紹介しようと思います。それでは今日も行ってみましょう。レッツゴー。改めまして、今日は買って良かったものを5つ紹介していこうと思います。まず1個目ですけども、1個目はこちらですね。以前の動画でも紹介してるんですけども、 DJI ポケット2を購入いたしました。これね、 Vlog する時のカメラ用に買いました。もともとね、 Vlog カメラとしてソニーの ZV-1 っていうカメラを使ってたんですけども、 ZV-1 に関してはちょっとメルカリで売り払って、そのお金でこれを買ったって感じになりますね。このカメラね、すごくいいんですけども、何がいいかというと、まずすごい小型軽量で Vlog 撮ってる感がそんなにないってところなんですね。これすごい重要で、今まではね、こういう一眼カメラで画質よく撮りたくって Vlog 撮ってたんですけども、やっぱ Vlog する時ってこう一眼カメラを棒につけて撮ってると、あからさまに YouTube やってるな感出ちゃうっていうのがちょっと抵抗が実はあってですね、このカメラやったらそこまでそれがないかなっていうところと、まあ画質よく撮るのはすごいいいんですけども、まあ、Vlog ぐらいやったら、まあ、これも十分綺麗に撮れるんで、これぐらいでいいかなと、そこまでボケ感とかを強く出しすぎなくてもいいのかなと思って、作品撮るときとかはこっちを使って、 Vlog 撮るときはこっちを使うっていう風に運用していこうかなと思ってこれを買いました。ジンバルが内蔵されてるカメラなので、手ブレがほぼほぼないんですよね。カメラ側が水平とかを保ってくれるので、結構雑に撮っても手ブレがしないっていうのがすごいいいところですね。で、やっぱ小型で軽量でいっぱい機能もあるんで、説明しようと長くなっちゃうんで、このカメラの詳しい内容とかに関してはまた改めて動画にしようと思うんですけども、ちょっと一個気になったのはマイクですね。音声がちょっと僕はまあ音質もう少し良くなったらいいなって正直感じました。このカメラの前のモデルがオズモポケットっていうんですけども、オズモポケットの時よりは全然こっちの方が音質向上してるって言われてるんですけども、やっぱね、まだ風の音とかボボボボボボっていう音が、まあ、歩きながら撮ってると結構感じちゃうなって僕は思いました。一応ベッドで付いてるワイヤレスマイクとかつけられるんですよ。ワイヤレスマイクつけて風防、モフモフの風防があって、これつけたらもうちょっと音質向上するらしいんですけども、この手軽さに惹かれて買ったんで、これだけで完結したいんですよね。これにさらにワイヤレスマイクつけるとか、そういう手間をかけるのが嫌なんで、なるべくこのマイクでやっていきたいんですけども、まあもう少しだけ音質良くなったらいいかなと正直感じました。まあそれを加味してもすごい買ってよかったなと思ったので、今回買ってよかったなと思うものを1個目に紹介させていただきました。 DJI ポケット2でした。はい、じゃあ続いていきます。続いて紹介するのはですね、こちらです。 CIO のハイブリッドワイヤレスバッテリーを購入しました。これまあ充電器なんですけども、僕ね、 iPhone11 Pro から iPhone13 mini に変えたんですよ、この前。これね、 iPhone13 mini に変えました。裏側がマグネットになってるんですね。マグセーフって言って、マグネットでカチッとつけて充電ができる機構が備わってるんですよね。 iPhone13 mini に変えた時にもう絶対にこれは買おうと思ってて、これがしたくてむしろこれに変えたって言っても過言ですね。それはね、まあ、そのぐらいの欲しかったもんですね。これはモバイルバッテリーなんですけども、ケーブルがいらないんですよ。このままこれでカチッとつけると、よいしょ、もうこれで充電が始まるんですね。これすごくないですか。これ買ったことによって、ライトニングケーブルですね、まずライトニングケーブルはもう iPhone しか使わないんでライトニングケーブル持っていかんでいいし、あと今まで持っていった、よいしょ、
これも試合用なんですけども、スマートコピープロっていう、これモバイルバッテリーですね。これにケーブルつないで iPhone 充電したんですけども、これいらなくなって、もうこれ1個で完結するっていうのがすごい嬉しいですよね。で、一応これワイヤレス充電に関しては 7.5W まで出るんですけども、もっと早く充電したいねって時はライトニングつないだら有線接続もできるので、そしたら 20W PD 充電ができるので、まあ早く充電もできるし、手軽にしたかったらこうやってマグネットでつけたら手軽に充電できますよってものですね。ここ開けるとですね、こういう風に尻尾が出てきます。この尻尾何かと言いますと、立てることができるんですね。なのでこれ充電しっぱなしで YouTube とか Netflix とか見ることもできるし、机に置いて立てておきたいって時はこうやって尻尾出したらいけますよってもんですね。これもいいですね。で、パススルー充電っていう、要するにこのモバイルバッテリーを充電しながらこうやって充電することもできるっていうのもすごいいいし、あとこれ珍しいんですけども、 Apple Watch も対応してるんですよ。 Apple Watch もこうやってつけると、はい、充電ができますっていうものですね。あんまりね、これないんですよね。こういうモバイルバッテリー式で Apple Watch が充電できるってもなかったので、これもすごいいいなと感じました。ということで、買ってよかったもの2つ目は CIO のワイヤレスハイブリッドバッ、あー、ちゃうな、ハイブリッドワイヤレスバッテリーでした。失礼しました。はい、じゃあ続いて3つ目紹介していきます。3つ目はですね、今撮ってる、これ使ってるんですけども、ゴドックスのソフトボックスを購入しました。ソフトボックスって何かと言ったらね、まあディフューザーって言われてるんですけども、光を広い面にしてあげて拡散して柔らかい光を作ってあげるってもんですね。光って何もかまさずに撮っちゃうと光が硬いので、影が濃く出てコントラストが強くて、なんかね、光が強いなって感じる、なんていうかな、やってみようか一回。このディフューザーなしで今撮影したら、例えばよいしょ、あ、眩しい眩しい眩しい、はい、こんな感じ。あんまり今日中やから分かれへんけど、夜とか撮ったら分かりやすいんですけども、もう影が出ちゃって光って感じになっちゃうんですよね。で、この光って点で出てるから強いんですよ、硬いんですよ。だけどこの点を面に当ててあげることで、この光を拡散させてあげることによって柔らかい光が作れるんですね。なのでこの硬い光じゃなくって、よいしょ、ディフューザーをつけてあげることで光が柔らかく拡散されるんですけども、それにさらに網をつけることによって、よいしょ、はい、網をつけることによって、この拡散された光がまっすぐですね、行くようにしてます。柔らかい光がまっすぐ行くように、僕だけに当たるような感じで今撮っております。わかるかな。多分ちょっとね、日中なんであんまり違いがわかんないかもしれないんですけども、まあね、一応今ね、朝の9時15分なんで、全然日中のこの自然光だけでも撮影できるんですけども、ライティングをすることによって顔が明るくなるんですね。一回じゃあライティング消してみます。はい、こんな感じですね。どうですか、結構顔が暗くなった感じしますよね。これが今自然光で撮影してるんですけども、これで周りの明るさをこんな感じに保っといて、僕の顔に光を当てようとすると、はい、こんな感じで顔に光が当たりました。今ライトをつけ直したんですけども、どうですか、こんな感じでね、YouTube 撮影をしております。まあ、もちろんね、動画以外でも写真でも使いまくれるんで、今後これを使って写真とか映像とか撮っていこうと思っております。ということでね、買ってよかったもの3つ目はこちら、ゴドックスのソフトボックスでした。一応大きさは 60×60 のものを買いました。はい、じゃあ続いて4つ目紹介していきます。買ってよかったもの4つ目ですけども、スニーカーを購入しました。ナイキのエアマックス90をナイキバイユーというね、自分でカラーリングできるサービスを使って自分で作ったスニーカーを買いました。僕ね、スニーカー結構好きなんですけども、ナイキのエアマックス90、今3つ目かな持ってて、あとハラチが2個とか、ポンプフューリー、リーボックのポンプフューリーが3つ持ってるんですけども、この辺全部自分でカスタマイズしたんですよ。自分で色とかを決めて、ここの色はこうがいいな、ナイキのこのチェックのマークのところは何色がいいなとか、
紐は何色がいいな、ここの底の部分は何色がいいなっていうのを自分で決められるナイキバイユーっていうサービスがねあるんですよね。リーボックに関してはリーボックもね、ユアリーボックっていうそういう自分でカラーリングできるサービスがあったんですけども、2019年にサービス終わっちゃったんで、リーボックに関してはもう終わっちゃったんですけども、ナイキに関してはね、まだナイキバイユーっていうサービスがあって、自分で色を組み合わせて作ったやつを発注できるんですね。意外とね、値段もそんなショップで買うやつと変わらないんで、僕はそのサービス使って作るのがおすすめというか、僕結構そういうの好きなんで、好みの配色にできるっていうのが嬉しいので、それを使って作ってます。で、今回もね、ナイキバイユーでエアマックス90を作りました。黒いスニーカーあんま持ってないなと思って買おうと思ったんですけども、本当はね、黒い渋いもう暗い色合いのやつにしようと思ったんですけども、やっぱり自分でカスタマイズできるってなったらね、せっかくやからこの色入れようかな、せっかくやから青も欲しいな、黄色も欲しいなってやってるうちにカラフルな配色になっちゃいました。はいもう派手好きなんでやっぱりカラフルになっちゃいますよね。でもやっぱりね、黒ベースなんで買ってよかったなと思っております。はい、ということで買ってよかったもの4つ目はナイキのエアマックス90でした。続きまして最後5つ目紹介していきます。5つ目はこちらです。コンプリートワークスというところの財布を買いました。僕前にね、財布が欲しいんやっていう、欲しいっていうことを語ってる動画出してるんで、まあ、そっちぜひぜひ見てほしいんですけども、今までね、僕無印良品の800円、あ、じゃあもっと安いか、600円700円ぐらいの財布を使ってました。つなぎで使おうと思ってて、なんか好きなやつが見つかるまで使おうと思ったら、結構その気に入っちゃって愛着がいっちゃって、それずっと使ってたんですけども、さすがにね、30歳で600円の財布使ってるのはなんか自分的にモチベーションが上がれへんなと思って、ちょっといいやつが欲しかったんですけども、ようやくね、この前駅ビルを歩いてる時に発見しまして、このね、黄色めっちゃ好きなんですよ、この黄色が。で、しかもセール中やったんでめっちゃ安かった、5000円1000円買った、4000円ちょいとか4200円ぐらいで買った気がする。質感もね、そんな安っぽい感じじゃないし、一応本革らしいので安いですよね。いい買い物したなと思ってます。ただ、あの1個だけ間違えたんですけども、これね、財布と思って買いました。ちゃんとね、その店でも僕の財布の中身これ入れ替えてやってもいいですかって店員さんに聞いて、全部ね、小銭とか出してカードも入れてシミュレーションしてから買ったんですけども、買ってから気づいたんですけども、これね、財布じゃなくってキーケースやったんですよ。アホかもしたなと思ったんですけど、マジレシートにもしっかりキーケースって書いてました。確かにね、キーケースだなと思ったんですよ。あの鍵が入るところが多かったんで、あ、キーケースとしても使えるんやと思ったんですけども、札を入れるとこなかったんですよね。これアホやったな。これ札を入れるこの隙間がなくてですね、一応お札はこうやって4つ折りにして、車のキーとかを入れるところにこうやって無理やり入れてます。でもまあ、これもこれでフィット感があっていいんですけども、小銭が入るポケットも結構大きくてですね、小銭も結構入るなって思ったし、あとはね、カードを入れるところが3箇所あったんで、1箇所にキャッシュカードとか免許とか入れて、もう1箇所にポイントカードキーを入れてます。で、ここの外側のポケットですね、こっちにはよく使うのでクレジットカードを入れてますっていう感じでね、結構僕は使いやすいなと思ってるんですけども、いかんせんね、鍵僕もあんま持ってないんで、家の鍵ぐらいしか使ってないんで、あとはこれジムの鍵ですね。ジムの鍵はピッてするやつなんで、こうやって財布のままピッてやるんですけども、鍵そんな持ってへんのにキーケース買ったんですよね。はい、まあ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 、財布として全然使えてるので、まあこれからもガンガン使っていこうと思ってるんですけども、はい、この黄色可愛かったので買ってみました。ということで、買ってよかったもの最後5つ目はこちら、コンプリートワークスのお財布を買いました。キーケース。はい、ということでですね、今日は買ってよかったもの、5月に買ってよかったものを5つ紹介してみました。商品のリンクはね、下に概要欄に貼っときますので、ぜひそっちから飛んでみてチェックしてみてください。動画が良かったなと思ってもらったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、あとですね、 SNS がインスタ、ツイッター、TikTok ありますので、ぜひそっちもフォローしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。